配信レジェンド OB、ノイジーは使うな、守備範囲も狭い。倒しは、今季ここまでレフトでスタメン出場の多いシェルドン・ノイジーのパフォーマンスの印象を述べており、動画の中では他の外野手との比較も行っている。その中で、小野寺団、ノイジーの打撃成績を比べながら、多くの項目でノイジーの数字の低さを指摘。その上で今後、レフトには小野寺のレギュラー起用を提言した。これ8割の阪神ファンの総意やろ。さすがに初年度楽天だけでもかわいそうやから、もう一回だけどっかで監督やれるといいな。でもノイジー使うな言うたの OB でこいつだけやろ。こういうまともなこと言える OB 貴重やぞ。言うて規定のセルまでは使う契約やろ、岡田じゃどうにもならん。なら買いにでも置いとくやろ、まだわけわからんこと言うてるやつおるんやな。タオはキャンプからノイジーのこと酷評してたから言うのう。現地で見たらマジで動き悪いからな、ほんと守備範囲狭い。すまんがタオがゲームなら間違っとるわ。タオって一応レジェンドなのに、楽天初代監督やったせいで、格が落ちてるよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。